はい、皆さんこんばんは、バイカーシンでございます。というわけでね、ただいま旅先よりね、ライブ配信風でお送りしております。はい、実はね、今回ライブ配信しようかなとね、ちょっと思ったんですけどもね、やっぱりライブ配信でね、僕あんまり好きじゃないというかね、途中で回線途切れたりいろいろトラブルとかあるかもしれないんでね、その辺の対処の仕方がよくわかんないんで、ちょっとまだまだ僕はライブ配信に踏み切ることはできませんということでね、取っ手出しのライブ配信風を今からしたいと思います。というわけでね、今ね、今日はツーリング先の、ただいまこの場所は島根県の浜田市にいてるんですけども、今日もね、一日灼熱地獄の中走り回ってね、夕方に宿に着いて、そしてご飯食べに行って部屋に戻ってきてから、1時間程度今飲んでますまあこれね、ハイボールなんですよ。ちょっとね、今からまたハイボール追加作りましょう。これね、コンビニで買ってますよ。もう氷はすっかり溶けちゃいましたけどね。ずっとね、この炭酸で飲んでたんでね、ちょっとコーラでね、コークハイでも作りましょう。コークハイも好きでね、よいしょ。それでは改めまして、乾杯。まあまあまあ普通に美味しいわさてね、今回ね、4泊5日でツーリング回ってるんですけどもね、ただいま3泊目、1泊目がフェリーでしょ、2泊目が山口県の防府市で泊まって、今日の朝出発して、で本日は島根県の浜田市で、宿泊ということでね、3日間終わりましたわ。本当にね、暑かったもう灼熱地獄もいいとこでしたよ。干からびそうでしたね。もう運転しとったらね、途中でね、特に信号待ちの時とかにふらってね、ちょっと気が遠くなりそうになりますよ。あれはもう殺人的やね。でもね、今回ね、お盆真っ只中じゃないですか。だから観光地ってどこ行ってもすっごい人混み、そして車の渋滞で大変なことになってると思うんですけどもね、今回ね、今のところ僕は今回全く渋滞にも巻き込まれずね、めちゃくちゃスムーズにツーリングをやってますわ。っていうかね、あんまりね、定番の観光地は行ってないんですよ。あ、でもね、初日角島行ったけども、時間が早かったせいか、まあ別に混んでなかったけどね、まあ、とにかくね、今回全く渋滞にも巻き込まれずにね、非常に快適なツーリングをしております。あ、それでね、インスタのストーリーで言ったかな、あ、言ってないか。あのね、実は大阪からフェリー乗って九州の新門司港に着いて、その時にね、実は視聴者さんが出迎えてくれましてね、こうやってね、バイカーシンさんようこそみたいな形でこうやってなんか持ってあって恥ずかしいやら嬉しいやらでね、本当に。でもまあまあ、嬉しかったですわ。たまたま僕カメラ、ヘルメットのカメラ回しながらフェリーから降りてたんで、またその様子はね、動画でお伝えできるとは思うんですけどもね、まあ何しか嬉しかったですね。まあそんなわけでね、やっぱりそうやって視聴者さんとね、実際にお会いできるっていうのは非常に楽しいですし、いつも見てますよとかね、言ってくれたらね、あ、見てくれてるんやなってね、実感を感じるっていうかね、やりがいも感じるわけなんですよ。本当嬉しいね。そしてね、今日ツーリングで回ったところで一つ紹介したのがあるんですよ。これですわ。獺祭、山口県といえば獺祭ですよね。今
獺祭のね本社に行ってきたんですよ。そこでこのね、ちょっと中見てもらえますか。獺祭の飲み比べセットっていうのをね買ってしまいました。ちょっとねこれを今から飲み比べしようかなと思ってこうやって動画を回してる次第なんですよ。実は、はい、これがメインです。今回のツーリングの中の動画でねこれをやってしまうとすごい尺を取ってしまうんでね、今回こういった形でライブ配信風にして撮影することにしました。これね3種類あるんですけどもね、どれやろうな、これか、あそれね、この獺祭がね45というやつでね、一般的なやつですわ。僕も居酒屋でね獺祭飲んだことあるんですけどもね、多分これですわ、一番一般的な獺祭ということでね。そしてねもう2つ目がこれですね、3割9分 39% 磨いてる大吟醸ということで、これがね説明文を見てみますと、華やかな香りと口に含んだ時に見せる蜂蜜のような綺麗な甘み、飲み込んだ後の長い余韻、これぞ純米大吟醸ということでね、はい。そしてねこの最後のこれ2割3分 23% 極限まで磨いた山田錦を使った純米大吟醸、これなんですよ。これが一応獺祭の中では一番最上級と言われてるお酒ですよね。この3種類をちょっと飲み比べてみようと思うわけです。はい、さあそれではね、飲み比べてみましょう。コップがあるんでね、まずはこれが45ですね、一般的な獺祭、これ飲んでみましょう。うん、まずは香り、あいい匂い、これぞ日本酒という感じやね。どれどれ、ああこれはスッと飲めるね。うん、うん、うまいうまい。やっぱりねこの飲んだ後鼻にスッと抜けるね、この香りがねたまらんのですわ。うん、あうまいうまい。さあそしたら2つ目こちら、3割9分 39% 磨き込んだ獺祭、ちょっと色がついてるような気がするけども、どうやろう気のせいかな。香りはフルーティー、これも期待できそうだ。ああ全然違うぞ、めっちゃフルーティー。なんていうんやろ、これさ最初の45もそうですけどもね、なんかすっごいねまろやかっていうかね飲みやすいんですよね。これねやばいですよ、このこれぐらいの瓶やったらねもうすぐやわ。あの今日は自制しますけどもね、家持って帰って飲んだらこれ3本すぐですわ女。さあそれではね、これ獺祭の中でもプレミアムな2割3分 23% まで磨き込んだ獺祭、行ってみましょうか。どうどう、すっごいねこの透明感。この芳醇な香りよ、たまらんねって分かってんかいてね。まあ僕もそんなにお酒は詳しくないんで雰囲気だけですわ、まあ、とりあえず飲んでみましょう。
お。先ほどまでのフルーティーな味とはちょっと違うわ。キリッとしてるね。これはすげえ。なんていうの？めちゃくちゃ主張してるね。何が主張っていうか、主張って何なんて。ああ。うん。いやいや、先ほどの2つまでね、なんかまろやかっていう風な感じだったんですけどもね、いやこれよ、パンチが効いてるね。なんでやろ、そういうもんなん。うん、俺は今日本酒を、獺祭を飲んでるんだっていう気にさせてくれますね。うん、うまい。これはやばいね。もしかして今晩全部開けたら明日ヘビレケになってるわ。これは自制しておきますけどね。ああそうか、やっぱりこのね、2割3分のやつね、説明文にも書いてるわ。うん、飲み込んだ後口は綺麗に切れていきながらも長く続く余韻。やっぱりそれね、口の中にガッと残るようなやっぱりキレがあるんやね。なるほどね。なかなか美味しいもんですね。さあさあ、これはちょっとね、のフレームアウトさせておいて、まあ、はい、ハイボール戻ってきました。日本酒飲んだ後にね、このコークハイ飲んだらね、もうジュースや。まあまあ、それはそれとしてね。さあ、そんなわけでね、明日もツーリングは続きます。この浜田市から、明日はね、鳥取まで行くんですよね。鳥取の、なんていうとこやったっけ？ね、もうあかん、ど忘れしたわ。あれ、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 この間つい行ったとこやのに、あの鳥取のあの、海峡線のところ、地名なんて言いましたっけ？ツーリングマップでね、ちょっとごめんなさい、めっちゃド忘れした。あ、米子、米子。明日はね、この浜田から米子まで行きますよ。ただね、海岸線沿いを行くと多分混んでるっていうのも、出雲大社があるんですよ。めちゃくちゃ混んでるでしょ。僕は出雲大社は別に行きたいとは思わない。もう過去にも行ってるしね、縁結びももう必要ないし。でもまあね、神様の集まる出雲大社ですからね、まあ本当は行った方がいいかもしれないですけどね、まあ、このタイミングじゃないですわ。このお盆の時期に行ったら地獄ということでね、ちょっと僕は海岸線から山の方に入ってね、奥出雲の方を回っていこうかなと思ってます。それでね、まだ全然お店も全然調べてもないんですけどね、奥出雲の方でも蕎麦が結構有名じゃないですか。奥出雲蕎麦ってね、それを食べてみたいなと思うんですけどね。あ、そうそう、僕何回か動画でも言ってるかな、こういったツーリング行ったらね、やっぱりコンビニ飯とかファミレス、ファーストフードはできるだけ避けてるんですよ。やっぱり行った先のご当地飯食べたいじゃないですかね。コンビニとかも最終手段か、おやつ程度ですわ。明日もね、奥出雲のそば食べたいね。明日はどんな美味しいもの食べれるかなっていうか、そういう楽しみの方が大きいかもしれへんね。もう最近はね、もうグルメツーリングですわ。でもまあそんなもんなんかなと思ってますけどもね。もう走るだけでも楽しいやと思う人もね、当然いてると思いますしね。僕もそういう時期もありましたけどもね、今はね、走って美味しいもの食べれたら最高って、もうそれなんですよね。走る、食べる、それがセットですわ。そしてね、まあ、季節が良くなったらね、走る、食べる、キャンプする、まあ、その3つがセットになるっていうのもね、ありますけどね。この灼熱地獄でのキャンプはちょっとね、まあその辺はヘタレなんですよね。
今回のお盆期間もね、全部キャンプで行けばいいやんというふうな考えもあると思うんですけどもね、ちょっと僕はもう自信はなかったですね。一泊ぐらいならなんとかですけどね、この4泊5日を全てキャンプで行くっていうのはもうちょっともう命の危険を感じるねそれとね、やっぱりね、問題になるのがガジェット類なんですよね。どうしてもね、僕撮影とかするから充電しないといけないんでね、どうしてもキャンプだけになるとその辺がねできないんですよね。実は今もね、ずっとこの村ではね、充電してるんですよ。ちょっとそんな感じでね、なかなかキャンプだけっていうのは難しいなと思ってるんですけどね。まあなんだかんだ言ってもね、一番大事なのはもう安全運転ですわ。事故らない、事故に巻き込まれない、それが一番大事ですよ。明日もね、安全運転、それを最大限徹しながらね、駆け抜けたいと思います。さあそんなこんなでね、もう尺もだいぶ使ったんでね、この辺で終わらせていただきたいと思います。最後にね、これ全部飲み干して、はい、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。